こんばんは。6時のニュースをお伝えします。 SNS に投稿された動画が話題を呼んでいます。こちらをご覧ください。チョコモナカアイスの上に何かピンク色の物体がくっついています。実はこちら女性の入れ歯です。チョコモナカアイスを一口食べた瞬間、上の入れ歯がモナカにくっついてしまい、そのまま取れてしまったのです。こちらの様子を見ていた子供がすぐさまカメラを回し、SNS に投稿したことにより拡散されたとのこと。この動画に対し、最初何かわからなかった、こんなの笑わない人いないなど、2000件に上るコメントが寄せられたとのこと。その後女性は無事アイスを食べることができたと。できてたから。続いてのニュースです。昨日大阪府で車両強盗があり、無職の男が逮捕されました。昨日午前3時ごろ、大阪市の駐車場で30代女性が車を駐車しようとしたところ、車両強盗犯の男に襲われたとのこと。男はナイフを持っており、財布と車の鍵を渡すように脅し、運転手の女性は車から降りるよう指示され、それに従い下車。男は車を奪って逃走しようとしましたが、なぜか車を降り走って逃げました。警察によると、女性の車はマニュアル車で、強盗犯はオートマ限定の免許しか持っていなかったため、走って逃げたとのことです。その後駆けつけた警察により男は逮捕されました。被害に遭った女性は、まさかクラッチが盗難防止につながるとはと語っていたとのことです。福井さんはマニュアル車ですか、免許持ってますか？私持ってない。免許ないんですか？持ってないです。でも自転車で。以上、ニュースです。